はい、志郎です。今回ですね太陽光発電のリパワーリングに関する記事の第2弾になるんですけどもここもですねまあやっぱり不動産投資もそうなんですけども最近ですね日本の製品に対する信頼性っていうのが実はですね海外でも徐々に徐々にですけれども失われてきているというのが案外ね知られてないところなんですよ。これはね まあ契約上の問題とか、いろいろなパワーバランスとかっていうのもあるんですけども、例えば日産がねこういろいろな不具合を出して、えー、アメリカで訴訟されてるとかですね、これトヨタもそうでしたし、東芝とかね、えー、日立とかいろんなメーカーさんがこう細かいですけれどもね、ねあのー、細かくはないか <laughs>、大きなね、えー、訴訟を受けたりとかしておりますけれども、このね太陽光モジュールという。 ものに関しては結構ね精密機器という考え方をしていかないとなかなかですねそういったものの発見に至らないということもあるんですねで日本製だから全て安心というのではなくて例えばその箱から出したとかどういう箱に入ってるかわからないですけどもその設置する直前にちょっとした振動で、えー、切れてしまったりとかっていうのはねなかなか発見しづらくなったりしますでそういういことを鑑みて やっぱりその、設置する直前に検査したところ、やっぱりその、期待できるですね、発電能力が得られないという場合に、じゃあ、これ交換できるのとかですね、あるいはクレーム出して訴訟できるのとかできるいうところの話にちょっと具体的になってくるんですけども、そこら辺がね、非常にまだ確立してないところで、難しいところなのかなというところでもありました。私自身もですね、まだモジュールというのは、本当に見たぐらいでしかないので、あんまりね、細かい知識というのは、 まあこのニュースを通して話をしてますけれども、あのー、難しい部分なんだなっていうところの認識がね、ちょっと甘かったところですね。はい、えーと、ちょっと読んでいきますね、本文の方。品質よりメーカー信用度を重視する日本、異なるドイツ。日本ではモジュールを選ぶ際に、モジュール本体の品質よりも、むしろモジュールメーカーの信頼度を重視するケースが多い。一方、ドイツの投資家や銀行は、そのプロジェクトに利用されるモジュールの品質や施工の質を、 重要視しており、ブランド力やメーカーの信頼度のみで投資を判断するケースは少ないといえる。高、ま、校、あ、ここまでこうやっぱりドイツなんかは、ね、こう発展してきているというところですね。その理由は、例えばアジアに拠点を置くメーカーのモジュールに不具合があったとする、そのメーカーの信頼度が高かった場合でもクレームを出したとしても返答があるかは分からず、万が一訴訟を起こしたとしても、訴訟費用の方が高くなってしまい、時間もお金もロスしてしまうということは考えられるからだ。 ということそういう理由なんですね。だからドイツではモジュールメーカーの信頼度よりも使用するモジュールの品質自体を判断するためにモジュールの受け入れ検査をしているということですね。品質よりも受け入れ検査によってちゃんと発電できるのかというところをあの見極めているというところですね。ドイツでは銀行がそのプロジェクトで行われるモジュールがどの検査システムを使用しどのような受け入れ検査をしたのかさらに代謝検 機関による検査を実施しているかを融資の判断基準に加えている。これね、日本の銀行とかなり違いますね、判断の基準が。日本の場合はですね、国内メーカーさんであるっていうのがまず大前提なんですよ。だけれども、ドイツではこういった判断基準ですね。プロジェクトで使われるモジュールがどの検査システムを使用しているか。まあ、このの検査システム自体の細かい 別れとかですねどのような受け入れ検査をしたのかとかさらに第三者機関による検査を実施しているかを有志の判断基準に加えているということでかなりいろいろな判断基準があるんだなというのがここでも分かりますよねでここからが結構大事なことなんですけどリパーリングは誰のためということですね リパーリングをすることで利益を得るのはもちろん投資家、発電所オーナーであるのは言うまでもない。日本でフィット導入直後に作られた発電所では、初期費用をなる、できるだけ抑えるために、とにかくアンカラモジュールを輸入して設置したケースが多かった。その場合、初期費用の安さを追求しているため、モジュールの受け入れ検査なしで設置しているケースがほとんどだ。ということらしいですね。怖いですね、これね。今この記事を読んでいる皆さんでさえ、設置前のモジュールに 不具合があるということを知らない方も多くいるのではないかと思う、これもね、私、最近知ったことですからね、設置前のモジュールに不具合があるということをが、やっぱりその、ね、発生しやすいんですね、精密機器だということをですね、よく認識しないといけません。そのため、日本では、すでに多くの発電所で、石膏不良に起因するものも含め、発電パフォーマンスが下がっているのが実情だということなんですね。 で国内の太陽光発電所は2016年の時点で、低圧案件が累計3 6 5ット建設され、高圧案件も3 9ット建設されている。低圧の場合は利益を圧迫するという理由から、メンテナンス契約を結んでいないケースもが多く。これは他の私、動画でもお話しましたね。やっぱりね、メンテナンスってお金かかるわけですよね。で低圧でやってるってことは、それだけ発電量も少ないわけですので、 利益がかなり圧迫されるというのは、まあ、目に見えますよね。高圧発電所でメンテナンス契約をしていたとしても、大型台風や今まで経験したことのないような自然災害が起こり、台風でモジュールが飛ばされる、洪水で発電所自体が流されるなど、発電設備が壊れるという単純な話だけにとどまらず、人命にかかるような事故も多発していると。ここもね、やっぱり問題なんですよね。例えば、 あのー、ゴルフ場なんかに設置する場合もありますけども山を削ってですねあの崖にこう設置してる例なんかも結構ありますよねそうすると崖崩れができたりしたりして、まあ、洪水とは違いますけども流されるなんていうこともありますよねでこれはただ単に自然災害によって引き起こされた仕方がない不具合なのだろうか設計や施工の質を上げることで防げた事故もあったはずであるまあ当然ですよね このような設計ミス、施工不良などの人的ミスが原因の一つになっている不具合、事故も多く発生していると。また前回の記事。これはね、また下でリンクを貼っておきますけどもね。これちょっと、まあ、URL 軽くやっときますけども。うん、ごめんなさいね。えー、今後のべてる。これはね、えー、確か動画にしたと思うんですよね。これね。 はい、これに関しては、あのまた動画のリンクも一緒に貼っておきますけれども、えー、やっぱりこの改正フィットでどれだけおかしくなるかというところですよね。で、紹介したモジュールのクラック、割れは EL 検査でしか発見することができない、目には見えないため、モジュール購入時に存在に気づかず、設置から数年後に経年劣化によって発電低下を起こしている発電所も多く存在すると。 このような状況を受け、改正フィット4では、適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること、定期的に費用、発電量を報告することなどの項目が追加されたのは記憶に新しいということですね。まあ、精密機械である限り、当然のことではあるんですけども、具体的な検査方法ですとか、どの程度の頻度でやるかとか、どのような部分を検査していけばいいのかとか、 まあこのようにドイツによってですね、やられてますけど、第三者機関によってえ検査を実施しているかというところ細かくやっぱり見ていくという必要が太陽光パネルの一枚一枚にとってもやっぱりね、必要なんだというところですよね。こういうところはまあ知れば知るほどですね、認識も高まってくるし大事なことだというところも分かってきますのでまあフィットによってですね、20年の,その売電価格 が保証されるということではありますけれどもそこの部分でのしっかりとしたです、ね、発電量が得られるのかどうかという部分ではやっぱりこの検査をねだからといって頻繁に検査をすればいいというわけではないんですけれどもそこの効率化ですとかねどこがやっぱり検査をしっかりやってくれるのかしかも安価でやってくれるのかとかそういったところもやっぱり今後は判断の基準として非常に大事なことなんだろうなということも分かりますよね。 だからこれは、まあ、太陽光に関してはですね、やっぱり今、日本でも相当増えてきている、えー、再生可能エネルギーの発電方法の一つなんですけれども、やっぱりそのきちんと運営していく、どのような形でやっていくのかっていうところとか、他の発電方法との違いを見る上でも、最初はですね、再生可能エネルギーの買い取り価格っていうのが、太陽光発電は結構高かったんですけども、 この改正フィット法によってね、随分下がってきたんですよね。今、21円ぐらいなってきてますけども、そこの部分で運営コストを乗っけてですね、ちゃんと利益が出るのかどうかっていうところもすごく大事なんですよね。で、まあ、今後はですね、やっぱり再生可能エネルギーの設置費用とか運営費用っていうのは、運営費用に関してはなかなか難しいかもしれませんけども、その太陽光パネルの値段っていうのはですね、 出た当時よりも半額ぐらいになってきてきるわけですよねそれによってコストはどん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 下がってきては、まあ、いるんですけどもこの運営コストを乗っけた上でのそのコストの出方っていうのをちゃんと見ないといけませんよね。それとやっぱりその再生可能エネルギーを反映させていく上でのフィットという制度がですねいつまで続くのかどうかっていうのも 実は具体的になってないんですよね。で、やっぱりそのフィットがどん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 なくなってきたとしても、この太陽光発電っていうのをですね、一度設置して、えー、どん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 運営を重ねていく上では、やっぱりこのパネル一枚一枚っていうのをですね、いつかは全部ある程度取り替えていかないといけない。で、それを効率よく持たせるために、どれぐらいの頻度でこう清掃していかないといけないっていうのもあるんですよね。太陽光パネルというのは、 塵とか埃に結構影響されやすくて、それを日々ですね、水で流すだけでもいいんですけども、清掃するだけで全然効率が違うということでもあるんですよね。じゃあ、それを誰がやるのか、ロボットにやらせるのかとか、そのロボットのメンテナンス費用とかもどうなるのかとかですね、うちでやるのか、自社でやるのか、それとも他社に任せるのかとかですね、いろんな部分でやっぱりこの選択肢というのがこれからどん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 増えてくると思いますし、やらないと、 あの例えばこのフィット事業じゃない太陽光発電事業からですねこれを売却するとかですねそういうことを考える上でもどうなるのかなっていうところですよねですのでやっぱりですねいろんなところを加味していくところが今だんだん分かりつつあるというところなんですよね太陽光発電を行うという方向性というのはやっぱりこれからの需要的にも増えていくところだと思いますし あとはですね、やっぱり送電網でしょうね、えー、接続する送電網に対しての本当にこの太陽光発電というのがうまく利用されているのかどうかというところが、やっぱりこの太陽光発電を設置している近所の方、あるいは工場とか、そういったところではすごく大事なことだと思うんですよ。で、それがうまく、ね、可視化できるようになってくると、例えば火力発電所をもう少し減らしてもいいかなとかですね、原子力も再稼働し、今ね、 向けけててていいいいいるるとところが多でですすども、ももちょっっ減らしかか。ななななう話にくじゃだからここの部分っていうのはまだまだ新しいあの制度であったりとか計算方法であるっていうのがやっぱりど,ど,どんどん出てくると思いますしまあ今後はですねやっぱりロボット化とか AI 化が進んでですね、えー、どういったところで故障が起きやすいのかとかあるいはこのいろんな自然災害によってですねどのような ケースが出てくるのかっていうところもこれもいろいろ出てくると思うんですよね。適切に検査、点検とか保守を行って発電量の維持に努めるということがいろいろな形で,です、ね、例が出てきて、えー、リスクが可視化できやすくなってくるんじゃないかなと思いますよね。これがデューデリゼンスということなんですよね。で、まあ、この場合は太陽光なのでテクニカルな デューゼリ,リパーリングというのはですね、もちろん投資家、発電所のオーナーのためであるのは間違いないんですけども、これを享受する、ですね、例えば太陽光発電が近くにあれば、そこからの発電の新電力であればね、電力を受けるという皆さんのことの意味でもありますので、まあ、なかなかそこまでね、えー、行くというのは難しいんですけども。 全量をね、売電しているという場合もあるんですが、結局ですね、どこからの電力で自分のね、電力が賄われているのかっていうのが、やっぱり今後関心が上がってくることではあると思うんですね。うん。だこれはですね、やっぱりあの少しずつ少しずつ学んでいけばいいことではあるんですけども、まあ、今後太陽光発電所を作ろうかななんて思っている方は、あるいは今持っている方なんかもですね、これは、 自分の屋根に設置しているっていう方もそうですけども、あの、ノウハウとしてね、どんどん出てくるんじゃないかなと思います。はい、えー、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。